あこのお時間はですね2017年ファイターズファンフェスティバルでインタビューをしました選手たちの声をお聞きいただきます、うん、今日は高梨投手、鍵谷投手、そして宮西投手、投手3選手の声をお聞きいただきます。さあそれではまず高梨投手から参りましょう。さあこの時間はファイターズ高梨宏俊投手に来ていただきました。高梨さんよろしくお願いします。お願いします。高梨投手は昨シーズンは37試合に登板し10勝2敗で新人王を獲得しましたが今シーズンは7勝7敗という結果でしたけれども改めてシーズン振り返ってみていかがですか。はい、まあ、1年通して苦しいシーズンにはなってしまったんですけど、まあ、後半少し立て直せたのは、まあ、来年につながる投球になったのかなと思うのでまあ、来年本当にチームも優勝を目指して自分としてもいい結果が出るようにこれから練習していきたいなと思ってます。はい、来年1月には鹿児島県の徳之島で合同自主トレを予定ということでそこでは金メダリストの高橋尚子さんが合宿で使用しまして命名された尚子ロードで走り込みを行うと聞いているんですが私も以前実業団で陸上していたんですが、はい、元ランナーの私後藤沙織から質問させてください。ズバリ走ることは好きですか嫌いですか。正直好きではないんですけど。残念。やっぱり、投げたりとか、野球に関する練習の方が好きなんですか？まあそうですね。やっぱりボールを投げたりとか、そういう練習は好きですけど、やっぱり、しっかり走らないと、そういういいボールも投げれないと思うので、うん、気持ちいいボールを投げるには、そういう苦しいことも大切だと思うので、はい、やらなきゃいけないなっていう気持ちです。ちなみに野球以外のスポーツは得意なんですか？いやそんな得意ではないですけどサッカーとかは好きですね。はい、そうなんですね。普段もそのスポーツするときはサッカーもされるんですか？練習前とかにリフティングしたりとか、室内とかで練習の時とかはたまにやったりしますね。こう誰か他の選手と一緒にもやったりはされるんですか？近くにいる誰かとボール蹴り合ったりとか、はい、そういうのはありますけど、まあ、そんなに本格的なのは全然やらないですね。もうすごいこう野球っていうイメージが強いので、はい、こう新しい一面がちょっと見たいななんて思いましたね。はい、8月から、はい、高梨投手負けがなかったと思うんですけれども、はい、この7月までと8月以降って何がご自身の中で変わったっていうのはありますかね？そうですね。前半は最初はそんなことなかったんですけど、やっぱり負けが込んでくると気持ち的にもやっぱりなんでだろうっていうマイナスな面に行ってしまって、まあ、いろんなことを良くしようと思っていろんなことを取り入れてしまってその時に頭が少し混乱してしまったというかそういうところがあったので一回二軍の方に行ってからまず頭の中をリセットさせて、一つのことだけに集中して、練習するようにして、まあ、きっかけをつかんだというかそういうのはあると思います。気持ちの面が一番大きいかなと思います。なかなかこうまくいかない時っていうのはこう先輩から何かアドバイスされたりとかっていうことはあるんですか？まあ、やっぱりでも本当いろんな、すごいピッチャーがいっぱいいるので、そういう人たちから、アドバイスをもらったりっていうのは、シーズン中もありましたし、まあ2軍、まあ、1軍も2軍も、コーチの方には本当にお世話になったなっていうふうには思います。選手でいうとどなたが一番こう声をかけてくれていいこと言ってくれました？まあ、やっぱ鍵谷さんとかは年齢も近いですしよく野球の話もするのでそういう時にまあ励ましてくれたりとかやっぱそういうのは、してくれたかなと思います。そういう話をするのっていうのはこう球場内でするんですかそれともこうプライベートでお食事に行ったりとかっていう時ですか？まあ、両方ありますね。ご飯食べた時に野球の話することもありますし、まあ、投げてる時にその球場でキャッチボールとかしてる時にうまくいかない時に声かけてもらったりっていうのもあるのでそういうところはすごい助かりましたね今年。はい、そしてこのインタビューに向けて番組のリスナーさんからも質問が届いています。はい、ラジオネーム妄想のすけさんからの質問です。同じ北海道のプロスポーツコンサドーレレバンガの試合を見たりしますか？またコンサドーレやレバンガで注目している選手はいますか？まだ正直なとこ見れてないんですけど、うん、本当さっきサッカー好きって言ったように、見たいなっていうふうには思ってますしバスケにも興味があるので、そういう試合は見れる機会があれば見てみたいなとは思ってます。なるほど、ありがとうございます。はい、そして私からの質問なんですけれども、はい、ぶっちゃけ
酔うと面倒な先輩は誰ですか？いや、面倒というよりも怖い先輩なんですけど。誰ですか？宮西さん。え、どのあたりが怖いんですか？一回なんか飲みましょうよって飲ませてしまったことがあるんですけど、したらやっぱり3倍4倍と多く帰ってきたので、その時にもう宮西さんには飲ませないようにしようと誓いました。多く帰ってくるの言葉が、いや違う、お酒の量ですね。あ、お酒の量だね。あれ、高梨投手あんまりお酒強くないですか？いや、そこまでは強くないと思うので、まあ、宮西さん本当強いので怖いです。まあ、でもね、いいお酒を飲めるように、はい、来シーズンのご活躍期待しております。はい、最後に STV ラジオをお聞きのリスナーさんに一言メッセージいただけますか？はい、今年もたくさんの応援ありがとうございました。来年は日本一奪還またできるように、チームとしても個人としても、頑張っていきたいと思いますので、来年も応援よろしくお願いします。高梨投手ありがとうございました。ありがとうございました。さあ、この時間は鍵谷陽平選手に来ていただいています。鍵谷さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。鍵谷陽平投手はチーム最多の60試合に登板し、防御率 2.53 と安定した投球で今年チームを引っ張ってくれました。改めて今シーズン振り返ってみていかがでしたか？そうですね、まあ本当個人的にはまあキャリアハイの数字を残せたので、すごくまあ充実したシーズンになったかなとは思うんですけど、やっぱチームがこういう5位という結果になってしまったので、まあそこは本当に悔しい気持ちですね。今シーズン本当に登板が多かったと思うんですけれども、こう疲れっていうのは相当溜まっていたんではないですか？そうですね、まあ今年はやっぱ、まあ、5年目ということもあって比較的気持ちは楽に、まあ、1年間通して過ごすことができたんですけど、やっぱりちょっとまあいろいろシーズンを通していく中で体の不調だったりっていうのがやっぱりまだ出たので、それは来年の課題かなっていうふうに思いますね。そしてリリーフですと、こう満塁での登板っていう場面もあると思うんですが、はい、そういった登板でこうプレッシャーを感じるっていうことはないんですか？いや、もちろん感じますね。やっぱりまあ厳しい場面なのですごいプレッシャー感じますけど、でもまあそれを受け止めてしっかりと前に進むっていうのが僕のに一番合ってるそのスタイルだと思うので、前のまあ先発ピッチャーだったり中継ピッチャーがベンチ作ったとしても、それもしっかりと背負ってまあ抑えるっていうふうに思ってマウンドには登るようにしてますね。はい、こうどういうタイミングでこう気持ち作ってスイッチが入るんですかね？はい、あ、本当ブルペンのピッチャーはすごいリラックスしてるんですよね、普段は。もうまあテレビの その中継を見ながら準備はしてるんですけど、もう本当くだらない話をしてリラックスして過ごしてて、で本当まあ電話がかかってきてちょっと準備してって言われた時にもう急いでというか、まあそこから準備を始めて、まあピッチングだなりで行くってなってからスイッチはギュッと変えますね。それまで本当リラックスして過ごしてます。ブルペンの中で一番鍵谷さんがよく話す相手っていうとどなたになるんですか？はい、そうですね、みんなもう横一列に並んでるんですよね。まあコーチの方一人いて、まあそのイニングごとにだんだんと選手が集まってくる感じなので、最初のうちは若い選手とかいっぱいいるんですけど、結構ブルペンキャッチャーの方はずっといるので、そっちの方に行ってストレッチをしながらとかですかね。ブルペンキャッチャーの人と意外とずっと喋ってたりしますね。村田さんがブルペンの時は村田さんよく喋るんで、村田さんのずっと話聞いてたりっていうのはしますけど、はい、どんなこと喋るんですか？いや、村田さんはもう本当何でも話しますよ。ずっと喋ってるんで、はい、ずっと喋ってるんですね。野球のこともそうですし、まあ、アメリカでのことだったりも教えてくれたりするんで、はいはいはい、アメリカ生活のことだったりいろいろ教えてくれますね。へー、はい、